ロッドレイザー、あんな野郎。私は人類の敵だけど、エレンの味方。ヒストリア兵長、みんな巨人だけじゃねえぞ、鉄砲を持った敵も飛んできてんだ。下がれ。まずい、逃げ道がねえぞ。巨人化するか。ごめん、みんな。鎧、初めてってわけじゃねえだろ、こんなの。別に慣れたかねえんですけどね。じゃあ何もせずに、このままみんなで仲良く潰れるか、焼け死ぬのを待つの。エレン、好きな方を選べ。エレン、自分を信じること。全員エレンの影に入れ。この距離であの大きさとは、目測でも超大型巨人の2倍はある。お前を巨人から切り離しても、この巨人は消えてねえ。そうだ、俺とっさに鎧の瓶を飲み込んで巨人に。お前は一瞬でこれだけのものを発想して作り出したんだ。これでウォールマリアの穴を塞ぐことが可能になった。ウォールマリアの奪還、そうすればうちの地下室を調べられる。出口を確保しました。アルビンも無事です。行くぞ、あのクソでかい巨人を追う。エレンとヒストリアの奪還に成功したそうです。みんな無事か。ハンジのみ負傷だ。あの巨人はロッドレイスだ。正確にはオルブドクだ。奴の進路はおそらくそこに向かっている。ロッドレイスが始祖の巨人と呼んだエレンの中にある巨人の力、初代王曰くこれが真の平和だって。俺をあの巨人に食わせればロッドレイスは人間に戻ります。これに成功すりゃ人類が助かる道は見えてくると。エレン、そんなこと。彼をどう拘束しようと、人類の記憶を改ざんされたら終わりです。まともに元に戻るのかってこと次第、何一つ確証がないしね。あなたのお父さんは初代王から私たち人類を救おうとした。みんなを救いたいなら、お前はこの力を支配しなくてはならない。だからエレンに地下室の鍵を託した。私もそっちの選択に賛成だ。いいのかい、ヒストリア。君のお父さんを殺すほかなくなる。でももうお別れしないと。全員行動に集合してください。すぐに作戦会議を開くそうです。この戦いが終わったら、お前は正当な王位継承者として女王になれ。私が父親と別れて、面倒なしがらみからまあ抜け出せるというか。つまりかわいそうかと。わかりました。お引き裂きにするかどうかは結局自分次第なんだって。自分の運命に自分で決着をつけさせてください。女王になったらあのチビを殴ってやればいい。やはり夜明け頃にオルブドクに到達する見込みです。わかった。住人にはこのままオルブドクに留まってもらいます。
気用の巨人はより大勢の人間が密集する方へと吸い寄せられる。目標はそれに引き寄せられ壁を破壊し突き進むでしょう。どうだ。最前線の兵団のように実戦を踏んでいるわけじゃない。ありったけの火薬とロープとネット、まだ組み立てなきゃいけない。あちら側任せた。了解。ここをしのいだ暁には、君にはこの壁の世界を治める女王となってもらう。民衆とは名ばかりの王になびくほど純朴なのでしょうか。お前のことを弱いやつだと思ってたけど逆だった。壁の穴が塞げるようになったからってそれで人類は救われるのか。この町の子供たちはまるであの日の俺たちみたいだな。壁の上に巨人を迎え撃つ兵士がいて、それが僕らだってことだ。エレン！いや、どうしようもねえクソガキをぶん殴っただけ。撃てー！クソ、まずいな。風向きが変わった。下がってろ駐屯兵団、あとは俺たちが引き受ける。あれは巨人。開始。あの巨人を倒すには口の中に火薬ぶち込んで、うなじの表面で爆発しても効果は望めない。顔を大地で削りながら進んでいる。開く口すらないのかもしれない。これほどの巨体でも本体は縦1メートル幅10センチの大きさしかない。どれだ？ヒストリア！私は自分の果たすべき使命を自分で見つけました。そのために今ここにいます。わがままを言って申し訳ありません。巨人にとどめを刺したのか。こうやって流されやすいのは。私はヒストリア・レイス、この壁の真の王です。ケニー、俺たちと戦ってたあんたの仲間はみんな潰れちまってるぞ。報告だ。ここは俺だけでいい。了解しました。大やけどにその出血、あんたはもう助からねえな。どうかな。